この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸術大学放送学科3年生の船引とわです。大阪芸術大学グループの様々なイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお届けします。はじめは大阪市中央公会堂で行われたコンサートの話題です。イルミネーションの装飾で冬の大阪を美しく幻想的に彩る大阪光の共演。このイベントに合わせて行われているのが大阪芸術大学クリスマスポップスコンサートです。演奏学科ポピュラー音楽コースの学生たちが中心となり、クリスマスにぴったりの楽曲でステージを盛り上げました。昨年12月18日、大阪市北区の大阪市中央公会堂でクリスマスポップスコンサート2021が行われました。大阪芸術大学演奏学科ポピュラー音楽コースと短期大学部メディア芸術学科ポピュラー音楽コースに在籍する学生からオーディションで選ばれた13組のバンドが登場した今回の演奏会。クリスマスシーズンに聴きたい名曲をはじめ、邦楽や洋楽、ジャズやロックと様々なジャンルの楽曲が披露されました。ポピュラー音楽コースの学生にとっては1年の締めくくりとなるクリスマスポップスコンサート。磨いた演奏技術を披露する場としてはもちろんですが、ユニークな演出で観客を魅了するステージも。会場いっぱいに響いた拍手は学生たちにとって何よりも嬉しいクリスマスプレゼントとなりました。続いては大阪芸術大学グループの学生や卒業生が制作した映像作品をお届けする OUA シアターのコーナーです。今回は映像学科2年生の発表会スクリーンサーカスで上映された作品群青日和をご紹介します。ギタリストを目指す大学生のユミはある日のオーディションでライバルに負けてしまいます。夢を諦めようとするユミ、三島という男との出会いをきっかけに彼女の心に変化が訪れます。それでは作品をご覧ください。はい、ありがとう。かなり上達しましたね。ありがとうございます。では細井由美さん、どうぞ。すいません、
大丈夫だから、ほっといてよ。うん、分かった。何？分かったんだ。ミカはいいよ、才能があって。またそれ、それ言っちゃうかな。そもそもね、私そんなに音楽好きじゃないからさ。じゃあ言わせてもらうけど、好きじゃないんだったらもうさっさとやめちゃえば。私はそう思ってるから。そうです、それです。よかった、図書館に置き忘れてたんで。本当にありがとうございます。よかったらおごりますんで、どうぞ。いいんですか？どうぞどうぞ。私もよくここ気分転換で来るんです。ああ、大事だよね、気分転換。僕もニートみたいなもんだから。やっぱりそうですよね。ミュージカルが好きなの？はい。どんなのが好きなの？エリザベートが好きです。ちゃん。あ、はい。誰？知り合い？あ、まあそんな感じです。タイトルはオーガンルームズです。人体の臓器とかの働きを楽しく可視化したインフォグラフィックスになってます。まずインフォグラフィックスは情報を文字だけではなくてビジュアルに置き換えたものでして、例えばトイレ のアイコンであったりとか、そういうものなんですけれども、今回私は臓器の難しい働きをお部屋に置き換えて楽しく伝えれるようなものを制作しました。なぜ部屋に置き換えたのかっていうと、部屋にはたくさんのその機能があると私は考えてまして、身近な部屋っていうものと臓器っていうものを関連付けたら分かりやすく伝えれるんじゃないかなと思ったので部屋を選びました。私のお気に入りの部屋は肝臓の部屋です。
半蔵の部屋はキッチンをモチーフにしているんですが、なぜキッチンを選んだのかっていうと、肝臓はたくさんの働きがあるんですが、その一つに栄養をため込むというところがあります。それを考えた時に冷蔵庫のようだなと思って、冷蔵庫を真ん中に配置したりとか、あと有害なものを分解したりするっていうのは、アルコールも分解するんですけど、ちょっと裏の方にビールがあったりとか、そんなイメージで作ったので、肝臓は結構いろんなモチーフがあってお気に入りの部屋になっております。まず最初にどんな部屋で当てはめるとこの臓器はどういうものかなっていうのを考えまして、その後鉛筆でラフスケッチを起こして、で一旦 2D で着色まで行った後 3D にして制作していきました。もともと私はアメリカンポップなものが好きでして、卒業制作、自分の好きなタッチ、画風でやりたいなと思ったので、今回もこのようにポップに楽しい感じにするように心がけました。大阪芸術大学にはたくさんの学科があって、いろんな方と交流できると思ったのが理由の一つと、あともう一つ、施設がすごく充実してたりとか、講師の方も名の知れた方ばかりやったので、この環境だったらいろんなことを学べるんじゃないかなと思ってこの大学を選びました。今まで気にしなかったことに視点がいくようになりまして、デザイン学んでいく上で自分の視野が広がったように思います。卒業後は広告代理店で働きます。広告を通してみんなにワクワクを与えるようなお仕事をしたいなと思ってて、私もそういう人の心を楽しませるような広告を作れるように、今まで学んだことを通して頑張っていきたいなと思ってます。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか？ OUA シアターでご紹介した群青日和、実は私もちょこっと出演していたんですが、お気づきになりましたか？主人公が参加するオーディションの審査員役だったんですが、実は監督のことお友達で、船引さんお願い、ちょっと役足らんから出てっていうので出たんですが、演技って難しいですねもう一度作品を見たいという方は、大阪芸大テレビの YouTube チャンネルにも動画をアップしますので、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。